倉庫のそこそこラジオそれを言っちゃおしまいなんていうことなのかもしれないですけど僕はですねなんかこうひねくれたものの見方をしてしまう人間でしてなんていうことでどうも関西で喋り手などをしております倉庫と言いますそこそこラジオというわけで今回のテーマはオリンピック競技の底がです今回の東京2020オリンピックでは 33競技339種目が実施されるということでまずこの競技種別種目っていう違いですけどね競技はまああのでかいくくりというか国際競技連盟が統制しているスポーツということらしいですけどもその競技の中での種別例えば水泳という競技には競泳水球飛び込みなどがあるとまあその辺りまで多分ピクトグラムで えー、表示されているのかなとそしてその種別の中に種目水泳だったら男子 100m 平泳ぎとか女子 100m 背泳ぎとさらに細分化されていくということでまあ毎日たくさんの競技種別種目を見れるそしてこんな競技あったんやこんな風に争われて知れるという楽しさもあると思うんですけども。 まあこんなこと言っちゃあれなんですがそのやはりそこまで競技人口が多くなさそうなスポーツ参加国が少ないとかあの6カ国で争ってんのか半分メダルなのかってなんかその参カ国の多い 競技とのメダルの格差的なものもなんか感じてしまったりしてまああのオリンピックの歴史もあってねそのずっとやってきた競技を続けるというところもあるでしょうしまあ今回みたいに新しいねサーフィンとかスケートボードとかが加わるということももちろんあるわけですけどもあのー この競技何をきっかけに始めはってんやろうって思うことが結構なかなかやりたいと思ったらパッとやれる環境がなかったり設備がないとできないだろうなっていう競技もまああったりするじゃないですか特殊な競技というかやっぱそれってその親がやってたとかの影響そしてできる環境がないと打ち込めなかったのかなと思うと。 それは競技人口広がっていかないというか、まあ、あのレジェンド的なもちろんアスリートの人はすごいと思うんですけどもその選手生命が長いということはそれだけ分かっての勢いある選手が育ってないというか裾野が広がってない証拠でもあるのかなとか3大会4大会連続で。 出れるのはすごいんですけども出れるという反面にはなんか打ち破ってくるこう勢いもないのかなとか思って見てしまったりとかですねまあいろいろその競技についても思うことあるななんて皆さん思わないですかでねそのどういうふうに決められてんのかなと見ましたら夏のオリンピック 男性と女性でまた違うみたいなんですけど競技や種目を選ぶ基準はオリンピック憲章に記載されてるんですけれども男性の場合は75カ国4大陸で実施されてる競技女性の場合は40カ国3大陸の広いエリアで実施されている競技と決められていてその競技が世界的にどの程度認知されて広がっているかが大きな基準という。 ことなんですけれどもなのでまあ日本ではそこまでだけど世界ですごく実施されてる、えー、競技なのかなっていう場合と、まあ、柔道なんかも逆にねあの日本ではすごい認知度高いけど世界ではあまりなのかもしれないしまあこの辺のことはですねこう ジレンマというかそのなんかオリンピックというものが抱えるなんか触れてはいけない部分もあるのはあるのかとかですねあのなんかこうなんかすっきりしないというかそのなんだろうまあ確かにこのスケートボードとかサーフィンとか新しい競技が入ってきたのがいいことで競技人口も僕的に見てて多い。 競技だとと思ううんんででなかか入れ替え線というかです、ね、その、まあ、残念ながらまた外れる競技っていうのも出てくるのは当然なのかなとも思いますしその気軽にこう学校の部活とかでできないような競技はある程度できる選手が絞られてきてしまってそれはまあまあでもそういう。 アアマチュアの選手、そこまでメジャーじゃないスポーツの選手がこう目標にあるいはこう有名になるにはオリンピックを目指すっていうためのそれでその競技を続けるっていう意義もあるかと思いますけどもこれはやっぱ難しいですねだからそのもうアマチュアやったアマチュアの選手にこう限ってアマチュア精神で幅広いスポーツをやる。 と言った方がいいのかなとなとんかこう,もうプロがやってる競技があればもう競技人口も少なそうなアマチュアの選手でやってそうな競技があればということでなんかちょっとオリンピックというものに対して僕まあどんどん昔はそんなこと気にならなかったですけどやっぱ。 とっってていくとうがった見方をしてしまうんですかねまあまあいろんなね、あのー、オリンピックの競技の選ばれ方あるかと思うんですがそんなところを気になりながらもなんやかんや文句言いながらも見てはおりますが皆さんは競技について何か思ったことなどないでしょうかという話でした。 競技人口が少なくてもオリンピック競技の選定には例外があると歴史上で必要であると判断されば実施されている競技もあるということで、まあ、その歴史を守っていくという上でも実施し続けて競技が途絶えないように選手を育てていくという考えもあるんですかねなかなか難しいななんて思いました。聞いていいてたた。た。だきありがとううございましたそうこうでしでさようなら。バイバイイ。